今回は相模湖にてブラックバスを狙いにやってまいりました。大曲へ行くここの橋から上流の方へスモラバを投げながら向かっています。左上に出ている地図でいうと星のマークから左側に向かう感じです。ずれたワームをセッティングして、そしてスタートフィッシングです。スモラバを投げる場所はなるべく木の陰や岩がゴツゴツしているところなど、バスが潜んでいそうな場所へ投げます。投げたらそこまで落とします。それで落ちたらビュンピュンピュンとやって、またそこまで落として、またピュンピュンってやってそこまで落として、またピュンピュンピュンってやってまたそこまで落としての繰り返しをやります。それでバスが追ってきてなさそうだなーって思ったら回収します。そんな感じのことを毎回やりながら投げまくりつつ、徐々に前へ前へと進んでいきます。釣れた。取っちゃった。釣れた。リー釣れた。とりあえず1匹目ゲットしました。というね、このとりあえずのバスくんが今回の最後のバスくんになっちゃいました。バス釣りって思ったように行きませんね。でもそれがまた面白いですよね。次回はリベンジでもっといっぱい釣るぞ。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。